そのアフターパーティーもね、うん、やっぱ不思議なライブやそうよね。ねこれはまあちょっとまあ何,何度も何度もそんな事務所のことを引き合いに出すあれですけどねはい、はい、やっぱ非吉本の、うん、まあ悪い癖でもありちょっといいところでもあるとは思ってんねんけどうん、うん、やっぱその一個一個のライブに意味を持たせたがるっていうやっぱ私の悪いところでもありはい,、はい、いいところでもあるそれ吉本だったらそうなれへん。うんうん 何ぼでもボン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 ライブ出てるから数あるからそんな一個一個に対して思えへんから、うん、私やっぱ一個のライブにちょっとやっぱ意味知りたいって思うから、うん、これどういう意味なの <laughs> みたいなちょっと考えておらえこのライブの意味っていうか。 「THEW」終わった後の「アフターパーティー」この意味これ何って思って歴代王者とそうそう今年のファイナリストがみに集まってこれ何やってずっと思うやんでもまあ盛り上げたいしでもそのタイトルどうするなんじゃないアフターパーティーパーティーって言われてまうとね意味なしって思う向こうが「いや意味探さないでくださいね意味なしねパーティーなんで」っていう感じが浴びるからまあそうなん <laughs> 感じの木ではおったんやけどさ、うん、で一番三浦アナがネタ見てたからねかそうだよそうよ、うん、なんかそういうことなんよね結局うん、うん、誰がどれだけの熱量で何をやるかっていうことやもん<う>三浦アナなんかもほんまモニターの前でずっと,ずっとは笑ってたよ、うん、で私がえっ、ー、とねネタの前に、うん モニターの前にミュラーナの前におったのよ。ほんででそこでえっ、ー、と紅生姜の熊本がバーって来てんけど、はいはい、目の前にあの、うん、<laughs> これももう。これも高校時代やなと思ってんけど、うん、なんかあいつが腕伸ばしてずっと腕毛見ててんや。うん、<laughs> 自分の <laughs>？ え自分の腕毛見てたの稲田が稲田じゃない、熊本が。あ、熊本が。あ、熊本がね、腕毛見てて、それでずっとモニター見えへんかった。目の前にこう、そんなことあると思って。でも私言われへんかった。お前腕毛見んなよ。言えるやろ最初なんか、可愛くて。そんななんか腕毛見てる女にモニター邪魔されることなんかないやんか。ないけど。それがなんか腕毛見てるっていうのが、もうめっちゃ高校時代やなと思って。 懐かしかったのよなーあれよかったな <laughs> えっ何の話 <laughs> いや分かんないけど <laughs> 一回なーでも知ってるあの誰やったかなチャチャのネタの後とかオダウエダの MC のあとかなんか分からんけど<ー>結構そういうその芸人が顔アップになったみたいなのがあってでそれのもけラケラ笑っとってんけど<ー>その入った MC の時に三浦奈が、うん、なんか「目決まってましたね <laughs>」って言った時に <laughs>。 スタッフが、はっ,ってなって、大丈夫、決まってるは大丈夫やな、みたいな、ギリギリのラインを攻めてくれてたのが、<ー>それもめっちゃ。吉住じゃない吉住か。<う>吉住のコントが結構気迫あってな。モニターで見てたらて。<laughs> で、その後の MC で、目決まってましたね。アカンあかカんンかん。アナウンサーアカンカン、決まってるアカンカンってヒャ <laughs> てなってた。めちゃくちゃおもろかったけど、私は。終わるつたけどね。<laughs> うん、うん、不思議なライブでしたよ。 続くんですかねあれは。だからあれやろ ?M1 のさ、ファイナリストツアーみたいな、のり、うん、の保険かけた番でしょ <laughs> なあゆっちゃんなごめん。ゆうちゃんなんじゃない。もう我慢しようって言ったよ。そういうのは全部。言っ,ってのは言っちゃったもん。そう思ったよ。もな,<ー>なんか思ったこと言うのがラジオって聞いたよも <laughs> <laughs> 最後やからってさ。2年前に高本さんが言ったもん。思ったこと言っていきましょう。<laughs> どんどん思ったこと言っていきましょうって言った <laughs> <笑><笑>さあということでえ年内最後のラジオ今日も始まりました、はい、楽しくいきましょう A マスの MBS ヤングターン,ーターン最悪間違えた無理の。マス <laughs> ごめんなさい最悪マジ最悪ごめんなさい A マスだここに書いてるから呼んでもうた無理 MBS やったええー、めっちゃ嫌もう一回やる